フィール・ザ・プレミアム・ボイス,ボイスフィール・ザ・プレミアム・ボイスこのコーナーは私、本庄まなみが実際に田舎の農業村を訪れそこで感じた自然にまつわる貴重な声を中心にその魅力を紹介していこうというコーナーです川のせせらぎ、鳥のさえずり、そこに暮らす人たちの声などそういったすべての音や声や思いをまとめてプレミアム・ボイスと名付けました 今回訪れたのはちょっとね固めの,あのものがザクザクっと切れる音がしていましたけれども実はこれ奈良の大和伝統野菜である今市かぶを切る時の音なんです。ということで今月は奈良県の高市町に行ってきました。 奈良県高比町で三浦正幸さん45歳が栽培されている大和伝統野菜をお送りします三浦さんは作らなければ耐えてしまうこともある大和伝統野菜の調査研究と栽培保存活動を行いそれらの野菜を使った予約の取れない店として人気のミシュランの星も獲得した清澄の里阿波を経営されている方です4週にわたり地域の情景 大和伝統野菜の魅力三浦さんの思いなどをお送りしていきたいと思いますが今週は2週目ですまずは先週のダイジェストからどうぞ奈良市高橋町にやってきました大阪市の梅田から1時間ほど東に行った場所ですが もうね本当にのどかな場所でこんにちはどうもこんにちは三浦さんですかはいあのあはじめまして三浦ですはじめまして本庄です今日よろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですがちょっとお邪魔していいですかはいどうぞどうぞあの足元気をつけてくださいねいあの今こちら目の前に畑がありますけれども、はい、このうねごとにいろんな種類の野菜が いよううすすはそなんで今おっしゃるとおりあの、まあ、小さな畑なんですけれども根ごとにいろんな種類のお野菜を、えー、育ててまして、はいまあ、なんとなく分かりやすいように畝ごとに整理してるっていう感じなんですけれどもはい、はい、満面の笑みで私たちを迎えてくれた三浦さんその人柄が現れたような色鮮やかな畑には所狭しとさまざまな野菜が育てられていましたさあ それでは今週のプレミアムボイスをお聞きください。どれから行きましょうか。うはい。あのどれからきましょうか。<laughs> えっとそれはもう本庄さんの思われる通りにあのはいはいじゃあじゃああちらのはい葉っぱの方からマ、はい、トマナー参りますか。はいお願いします。ますはいじゃあはいそのまま参りましょうか。はい行、はい、きましょう。はい。はい これすごく僕が見た感じではこの中ではかなりあの素敵なモデルだと思います綺麗ですねやわ、はい、らかそうな、はい、真ん中につぼみが出ていますけれども。で,、ね、で大和マナの特徴が、はいえー、まあ種を取ってますので少しずつこの切れ込みの,あのなんて言いますかね深さとか、はい、あの葉っぱのちょっとした質感が少しあの同じ大和マナでも違うんですけれどもこれ本当に。 あの代表的で、お大根の葉っぱみたいにこうやって切れ込みがあるのが特徴なんですよ。はい、そうですね。深く真ん中まで、はい、中心部まで切れ込みが入っていますね。はい、えっ、ー、と、えー、収穫していただきますよね。はい。はい、お願いします。根元のちょうどはい。はい、えっといろんな茎と根元のちょうど中間ぐらいのところを、はい、この辺りかな。ちょき割ると。ああ、すっと。はい。 で外の少しあの凹円してるというか黄色い葉っぱをそのまま外の力を加えていただけるときれいに取れるので、はい、そしたらこんな感じですねへ<ー>はい、はい、ぜひはいこれでも結構大きい株です、ね、あこっちの方が、はい、大きい株ですね明らかにそちらの方が難しいと思いますどうしよう、うん、もう大きい株ごとあのざっくりいってください本当に大きいですよ大きいです<れ>はい。 いくつもに分かれてますけれども、はい、いいんですかもうその大元の根元のところをぜひぜひ、はい、すごい綺麗になると思いますまブーケのようにきっとなるでしょうねどうしようあ、これが残った<あ> <laughs> それだけでもあのちょうど外れてましたので、はい、綺麗に残ってますけどこれであの応変してる葉っぱを外にピッピッピッて描いていただくと、はい、本当に綺麗なブーケになると思います本当に大きい株ですねはい、これはいいですねさ次ね はい。あのお隣の隣のはいの川マナに参りますので、はい、ジャンプで。で、えー、これ。わあ面白い。<laughs> 面白いでしょう。で、えー、これを僕、はい、あのー、食べるようになって、はい、もう白菜こなん白菜の農家の方に怒られるかもしれないですけど、はい、白菜を作らなくなったんです実は。<ー>はいあ。それぐらい美味しくて。 でえー、となかなかこの中であのこれがスーパーモデルだなっていうのはこことここがいいですねこれいいかもしれませんねもう全く同じ要領ですので<ー>ぜひぜひ、はい、最初に収穫させてもらった大和マナ小松菜のならばんのようなものだということでおひたしにしたりお漬物や炒め物和え物にぴったりなんだそうです これも本当に不結球な白菜みたいな形です。はい、はい。それとこれいきましょうか。これはもう白菜のお料理はもう何もかもが応用できますので。<ー>結構それも大株ですう。うわ、いかにも元気そうな <laughs> う。はい、ありがとうございます。綺麗。 あ白菜の葉っぱに本当に似ていますけれども、はい、でも内側までちゃんとこう日が当たって緑色っていう,、はい、う不血球の,あの、えー、白菜ですね、えー、わあそしてアオムシ君がいますよあいましたいましたあいましたね、えー、固まってる <laughs> かわいい、ね、すごい

よいしょみたいなはい、はい、引っ込むまっすぐ上に抜く感じですはいでえっ、ー、と本当はどうでしょうか、はい、大体四十センチぐらいのものが多いんですよあそんなに長いんですかです本当にじゃ見た目は大根みたいな、はい、見た目はもう大根みたいですね<ー>でえっ、ー、と長いので、はい、長いんですけどそのものによっては短いものとかもあるのでこれ引かないと分からないですね、はい これは太さもいろいろありますけれどもそうです、ね。太さがあるのはもう太い方がいいんですか？そ,えー、そうですね。これかなり太い、ね。それは相当太いですね。も,もはや大丈みたいな。ここはい。太いですね。はい、太いものから引いていった方がいいんでしょうか？えっとどちらでも大丈夫ですこのタイミングだと。そうですか。はい。これを抜いてもいいですか？もちろんですもちろんです。まっすぐ上に。 す,うん、すごい細くて長いカタヒラアカネは大根を抜くような感覚でまっすぐ上に引き抜くのがコツ実際のところは引いてみないとその大きさはわからないんですが私が抜いたカタヒラアカネはびっくり グリするぐらいの大きさでした。じゃあ。はい。そのお隣があのここ最後の、はい、ええー、大和の伝統野菜ですね。え今市株。今市株。はい。あのー。今見て思ったんですけれども。はい、すごい近くに。ぎゅうぎゅう植えて。るんで,す、ねはい、んですはい。実はこれあのー、ちょっと僕たちのあのー、なんて言いますかオリジナルの。 えー、作り方なんですけれども、はい、えっと同じ場所に、えー、3つから4つ種をまいて、はい、1>, 1つの穴に1箇所で2本育てるんです、はい、で大きい方を先に収穫すると、はい、もう一つがちっちゃいのが大きくなるので、はい、要するに同じ場所であの倍取れるというか、はい、みんなこれやればいいのにって思ってるんですけれども、えー、で、えー、っと入り口に近い方はどん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 収穫していくんですけれども、はい、はっきり言ってあの全くお店で使い切れないぐらいできてるんですよ。 え、そうなんですか。かそうなんです。で、えっ、ー、と、まあ、スタッフでもみんな食べようって言ってるので、はい、使い切れないぐらいもできてて。こちらの方に来ると。ぎっしりです、ね。そうなんです。全くその一本さえ抜けてない状態なんです。え、でも食べ頃にはなってる。んですかはい、もう今食べ頃です。今月中ぐらいに、あの、食べるものは食べて、貯蔵するものは引っこ抜いておこうかなと思ってます。 もう本当にあの同じ一つの穴に二つがぎゅうぎゅう詰めに詰まってますよ。そうなんです。で、えっ、ー、と今いち株はあの先にあのカタヒラカネを収穫していただいたので、はい、あの非常にわかりやすいんですけれども、はいえっと、これこんな感じで本当に簡単に取れちゃいます。あ隣の株まで取った。あちっちゃいのが取れてましたね。これ <laughs> 大きくなってなかったですね。あ残念ちょっと割れてます。 はい、こういう綺麗な肌の色で,で、ね、形はこれすごくいいと思いますね。お餅みたい。はい、本当にお餅みたいなんですよ。なのでこれもぜひぜひえっ、ー、と四つほど。はいはい。はい、ぎっしりだな。はい。本当ぎっしりですね。奥の方がまだあの、はい、株の部分が見えるかもしれません。の方の後ろの方がと。株が飛び出してる感じがしますけれど、ね。<laughs> 浮き株って言うんですよ。株は何かこうね、まるであの畑に置いてあるかのように。できます、ね。あ綺麗。綺麗です。すごい、真っ白の株が。出てきました。<laughs> すごく、あの、なん言いますかね。非常にわかりやすいスタンダードな、すごい綺麗ですね、ここ。ね。綺麗ですね、はい。こういうのが、あの、いい株ですね。えー、ということで、今月は。 奈良市の高市町で拾ってきたプレミアムボイスをご紹介しました畑を案内してくださる三浦さん本当にね野菜のことをすごく大事に愛おしいという気持ちをね持って であの日々接しておられるんだなということがお話を伺っててもうとてもよく伝わってくるんですけれどもとににかく褒め上手っていうのがねままず印象に残りました野菜のここが本当に美しいでしょ本当に綺麗でしょっていうこととあとあの私がね本当にまあまあ,あの伺ってあの収穫をさせていただきましたけれどもんどこでも褒めてくれるんだなっていうのはちょっと,ちょっと照れっと 照れくさいなって思うぐらいに本庄さんこれ本当にいいのを選びましたねこれ本当に素晴らしいこれねもう本当にね上手ですねでもうずっと言ってくださってもうなんか私ここの畑に植わってたらもうすごくいい野菜になりそうって自分で <laughs> 思っちゃうぐらいに本当にね三浦さんはあの愛に満ち溢れた人だなというふうに思いましたそしてですねあの山 大和伝統野菜っていうものはねなかなか奈良の県外であの食べたりすることっていうのはあのできないんじゃないかなというふうに思います私隣の京都京都府に住んでるんですけれども京都の方でもあのまあ京都もね京野菜というものが伝統的な野菜がありますけれども京都でその奈良の伝統野菜っていうものをスーパーで見かけることはまずないので そこまで行かないと多分見たり食べたりすることはできないんだなっていうぐらいに本当になんかこう珍ししい野菜の宝庫でしたでた名前自体もあの初めて耳にするものが多かったんですけれどもマナっていうねあの葉っぱのこと葉っぱの野菜のことマナって言ってましたけれどもヤマトマナそしてえっと の川マナ2つ収穫させていただきましたが見た目は本当に全然違っていてどちらも葉野菜なんですけれどもあの大和マナの方はどちらかというと大根の葉っぱのようなこうあの茎がシュッと伸びていてでそこについてる葉っぱはこうなんか深くその。 茎の部分まで切り込みがね深く入っているようなそういうあの葉っぱでしたで多分小松菜に似てる感じなんですけれども見た目はもう大根の葉っぱみたいだなって思えるようなそういう形をしていましたしそしてもう一つの野川マナの方はこちらはもう白菜みたいなねあのー、葉っぱをしていましたねただ白菜と違うのは不結球という言葉を三浦さんおっしゃっていましたけれども丸くこう縮まってこう 球状にねあの縮まって縮まって白菜みたいにならないでどんどん横に広がっていく感じの白菜だというふうにおっしゃっていました。白菜みたいな葉っぱですというふうにおっしゃっていました。で実際にそのあのどちらもね収穫させていただいたんですけれどもきっとね本当に土がいいんだろうなと思ったんですがあの根っことその 茎が始まるとこの境目をナイフでカットして収穫させてもらったんですけれども一株がね本当に大きいんですよねなんかなんて言ったらいいのかなあの本当にカットする部分がちょっ 多分3 4センチぐらいあるぐらいにもうザクッとこう大胆にカットして収穫するっていう感じでそれだけきっと地面の中もね根が非常によく張ってるんだろうなっていうのが想像できましたし何よりも右も左も本当に野菜たちが元気っていうのがね とても印象に残る畑でしたあの畝ごとに全く違う野菜が植わっているので本当にねそのいろんなグリーンとあの赤っぽい葉っぱとねそれから菜の花みたいにねあの油中の多分 植物だと思う野菜だと思うんですけれども菜の花のように花がね黄色い花が咲いているようなそういう野菜もあったりしたので本当にね色とりどりでこう春が来てるなっていうね感じが非常によくわかる畑になっていました。でも本当にあの ね、タヒラにしても見た目はもう真っ赤な赤紫色した大根にしか見えないんですけれどもこれがカブだって言われるとえって思っちゃうようなねそういう本当に独特のフォルムをした楽しい野菜たくさん見せていただきました。ということで以上「フィールザプレミアムボイスでした。